信州上田のリング上、大歓声が巻き起こりました。恐怖の PK コンビの胸を借ります。リング上久々極道コンビ登場でございます。アブダラダブッチャーのテーマソングが鳴り響いております。すでに両チームの紹介が行われています。まず東亜蒲田が紹介されました。極道コンビです。大熊元氏グレート小島アジアタッグ選手権者チーム紹介されました。さあまだゴングが鳴っておりませんが、この勝負45分の一本勝負で行われますけれども、早くも場外乱戦の様相を呈してまいりました。アブドラザピッチャーが大熊元氏にサイドからのレッドバットを打ちます。東亜蒲田の方はグレート小鹿を捉えました。今ゴングが鳴りました。45分の一本勝負です。早くも出会った場外乱戦ですね。田山さん、これはね、また胸を借りるところの騒ぎではない、はい、体重差がね、50キロありますね。はい、そうですね、50キロの体重差、これは大きなハンディですな。グレート小鹿大熊元氏チームはトータルウェイト235キロ、そしてアブドラドブッチャーキラー東亜蒲田のトータルウェイトは283キロでございます。ちょうど50キロですよね。50キロの差、どういうふうに克服いたしますか。久しぶりにテレビに登場する極道コンビでございますが、それにしましても田澤さんね、はい、アブドラドブッチャーのパートナーが今夜は東亜蒲田ですよね。豪華なコンビですね。大変な、これはもうラフコンビですね、はい。アメリカのサーキット地区によりまおきましても軽減の中と言われておりました。このアブドラドブッチャーとキラー東亜蒲田がタッグチームを作りました。いや、私はこれ初めて、本当はね、軽減のチームだから足、はい、を頼りにするのはね、極道コンビの、連携だと思ったけど、連携なんかこれはもう吹っ飛ばされちゃうかもしれないな。そうですね。さあ、どうやら両チーム落ち着いたようです、ね。この恐怖の PK コンビのコンビネーションワークも見どころの一つでございます。まずジャンピングトーキックを見せます。餌食になっておりますのは大熊元氏の方です。まだ極道コンビ、いわゆるラフ戦法、もう本当にあっけに取られてしまいまして、ケースを取ることができません。キラー東亜蒲田、大熊元氏に後ろから構え締め、まあ、アメリカではこのキラー東亜蒲田とアブドラドブッチャー犬猿の仲というふうにお伝えしておりますけれども、たびたび流星戦を演じた2人でございます。特にカナダのモントリオール地区の対決はあまりにも有名でございます。その敬遠の中の2人が見事に日本のリング上でタッグチームを完成いたしました。全日本プロレスのリング上ならではのタッグチームですね。田中さんね、モントリオール地区っていうのは最も血玉臭いところですよね。そうですね。ここでまた代表的なね、決戦をやってるんですからね、はい、まあ、大変なもんですよ。さあ、今度はアブラドブッチャーサイドの登場です。サイドからのヘッドバット、そして思い切って強襲の攻撃、チケット攻撃、空手の構え、速い動き、お客さん大歓声でございます。上田市体育館4800人超満員に入りました。おっと、ジャンピングトーキック喉元へえぐります。まあ、こちらやはりね、そのなんとか連携で突破口を開かんといかんですね。はい、そうですね。まあ、インターナショナルタッグ選手権小樽でチャレンジしたアブドラザブッチャー、まあ、某ブラジルの暴走によりましてタルトダッシュはできませんでしたけれども、今夜は東亜蒲田がスタートです。ここでグレート小鹿が出てまいりました。グレート小鹿が出てまいりました。思い切っていきます。リーダーのグレート小鹿、どういう作戦を考えておりますか。蹴られてはいかんね、まあ、正直なところ風間さんね、実力的にはもうちょっと劣ると思いますけれども、そうなんです。しかし、まあ、プロレスはハプニング性を秘めてますからね。そうなんです。この2人のチームを破りますと大感動ということになりますね。それから、まあ、この場外乱闘とか乱闘でね、反則勝ちということを、まあ、狙うのがいいですね。それからどうしてもこの BK コンビを倒すためには足を狙わなくてはいけないということですからね。共に体重がありますので、体重のバランスを切り崩すことから始まると、こういうふうに極道チームは言っておりました。そういう作戦を頭に描いてるんですが、もう初戦試合の前からもう場外での乱戦になりまして、しっかりペースをかき乱されました。極道コンビ先手を食らわされましたからね。アブドラドブッチャーにヘッドバットを打ちます。大熊得意のヘッドバットですが効きません。あっと、これはいい、これはいい、
結局あれですよね。ダブルヘッドバット、ツープラソンの攻撃を見せました。2人で思い切ってタイミングを合わせますが、今ちょっと頭、頭部を上げました。アブドラドボッチャ、効いてますかね、タザモさん。急に1回の、また行った、一発で倒れる。すごい攻撃ですね。すごいですよ。ブッチャーの敵は2人、本当に2人を相手にもうめちゃくちゃに大暴れ。これに東亜蒲田も加わります。東亜蒲田も加わります。パワーが違うな。さあ、場外での乱戦の様相を呈してまいりましたが、リングの中は東亜蒲田、場外におりますのはアブドラザ・ブッチャーでございます。ご承知のようにアブドラザ・ブッチャーは今年の闘技を飾ります78年の世界最高級の世界リーグ戦で再びザ・シークと本拠としまして登場してまいります。今年もこの78年世界最強タッグ決定リーグ、シークと大暴れするでしょうね。面白いですよね。面白いですね。まあ、昨年は第2位になっていますが、今年はもちろん優勝を狙うと言っておりますが、グレート小鹿の額が切れました。たびたびの場外乱戦でグレート小鹿の額が切れました。そして最前列から4列目ぐらいまで吹っ飛ばしました。ものすごいパワーです。アブドラザ・ブッチャー、東亜蒲田はどこだ。東亜蒲田は大熊の髪の毛を取っています。そして2人を今度は一発一釜げにして、今度は椅子を持ち出した東亜蒲田、徹底したラフ攻撃、場外乱戦でございます。得意のパターンに持っていきました。出血がさらにおびただしくなります。グレート小鹿青い手中へ。これはダメですな。もうなすべがありませんね。あれですね、リングアウトしてますね。さあ、ノーコンテストかな。いや、まだ分かりませんね。さあ、リングの中はアブドラザ・ブッチャーです。アブドラザ・ブッチャー、さあ、起こりました。起こりました。何か持ってまいりました。かなり硬いものでございますが、あっと、これで東亜蒲田のボディに突き刺す、ボディに突き刺します。あっと、この間のうちに、鉄のボルトですね。これで思い切って打ち落としました。なるやら昨年もですね、いくら蒲田もかな、オープンタッグの決定戦ですね、最終戦の試合を見ているような感じであります。流血しています。さあ、その78年の世界最強タッグの決定リーグ戦ですが、田澤さん、はい、非常に面白い見どころ、もうすでに6チーム決定しておりますね。そうなんです。あっと、今度は大熊選手が噛みつき、グレート小鹿がエプロンサイドから噛みつき攻撃を見せております。やはり極道コンビらしい良さはありますな。両チーム6チームも決まりました。ザ・ファンクス、ブッチャー・シーク組、それからニック・ボック・インクル、ブラック・ジャック・ランザ、ロビンソンとワイルド・アンガス、キム・イル・キム・ドク、ババ・ツルタ、こういった6チームが決定しておりまして、12月のいよいよ1日からこの78年の世界最強タッグリーグ戦開幕でございます。アブドラザ・ブッチャーももちろんザ・チークと組んで登場してまいります。それぞれ個性がね、はっきりしてますからね。はい、まあ、リングの中、このリングの中ちょっと聞きましたら、いろんな組み合わせを検討してみたいと思いますが、ちょっとリングの中に再び目を戻しましょう。今度は東亜蒲田とグレート小鹿がやり合います。もう最後はもう血だらけでございます。グレート小鹿、僕らにはまあアメリカ人に負けない日本人魂というのがあるから、絶対にいい勝負をしてみせますよと言っておりました。からぶつかります。猛烈なタックル、ブッチャーです。強烈なタックル、そしてサイドのセットスター、どういう反撃の体勢を見せますか。どういう反撃の体勢を見せますか。あっと、今のよかったね、いい攻撃を見せましたね。大熊がどうやら落ち着いたようです。サイドはヒラー、大熊が落ちました。クロスチャンプ、今の聞いたらいいね。クロスチャンプ、いよいよ飛び道具が出た。もう一回のダメ。今空中に飛んだんですけれど、この先端に膝が当たりましたね。そしてアブドラザ・ブッチャーに渡す。エモードロップ、とどめか、どうだ、カウントがすぐダメ。カウントクリー、全くなすすべがなく終わってしまいました。キックはカウンターに飛ぶね。そうですね、パーフェクトな勝利。 BK コンビ、アブドラザ・ブッチャー、キラー、昭和、田畑組でございます。さて、このアブドラザ・ブッチャーですけどね、戸山さん、ザ・シークと組んでまた、私はね、台風の目だと思いますね。台風の目、はい、やはりね、どういう動きをするかっていうことが、
わからないんですよね。わからない面白さがあるわけだ。アブドラド・ブッチャーとそれからテリー・ファンクの復讐戦ですね。この辺りの見どころになりそうですね。その因縁が絡んでますね。勝負は終わっておりますが、またしても極道コンビを子供扱い、場外に飛ばしてしまいました。それから AWA チャンピオンニック・ボック・ウィンクルですが、もうアメリカで優勝宣言をしています。2人の空手の動きスピードがあるんですね。ありますね。どうに言ってますね。スピードはあるし、パワーが抜群ですね。どうやらアメリカでね、流血戦を演じているんですが、日本のリング上で和解したような感じですね。お互いに頭を下げ合いました。もうアメリカのカナダ、特にモントリオールでは、この2人の流血戦はあまりにもプロレスファンの中で有名なんですけれども、今放送席に来ています。キーマーダンチャンピオンシップ死ぬまま回っていけば、死ぬまま勝たなきゃ、死ぬまま死ぬままだ。ウィーワーベイバーバーベイアトーラーウィーワー。まあ、2人で何やら放送席のマイクロフォンをわしづかみしまして、何やら叫んでおりますけれども、俺の相手は馬場1人だ、あくまでも馬場を追い詰めるんだというような意味のことを言っているような、今日はたまたまジャイアンツの馬場を破った自信にあふれています。そして最強コンビのこのリーグ戦にね、燃やしてますよね。そうですね。アブドラザ・ブッチャーの方は常に焦点はそっちですね。 BWF の第4代チャンピオンのアブドラザ・ブッチャー、堂々と今日は極道コンビをもう全く相手にしないで、結局1対0、勝負は終わりました。アブドラザ・ブッチャー、キラー・東亜鎌田組、DK コンビが極道コンビを破った一戦でございます。この試合の後、いよいよインタータッグの第5回目の防衛戦を迎えます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は上田市体育館より全国31局を結んでお送りしています。